この爆裂噴火口をねずっと見ながら歩いていくルートね、ここはね本当おすすめなんですよ。こんな景色はあんまりないな、ポンちゃん、うん、この噴火口はね、見応えあるよ。怖いし、でも感動マックス。ああすごいわ。アントポッタがお送りしております。爆裂噴火口悠々ルート Yes、 日本庭園の中を歩いてるようなね。本当に。そしてここに蹴る、はい、安全を祈って。安全を祈ります。よろしくお願いします。ほら、あの、前の方にね、出てきました。あれ、船明神。船明神。うん。あれが船明神で。あれ本物？向こうの、右側にあるのは、和尚さん。和尚さん。和尚さん。そう、和尚さん。あれも安達太良連山の一つでね。日本庭園の中歩いてるようだ、本当に。ね、本当すごい。しかもこんな高いところ。高いところだな。ね。おお。低木だからなんか景色が見えるし。見えるしな。うん、ええー、な。剪定しないこの松さんたちがね。おお。ほら。剪定もしとらんのになんかかっこいいな。かっこええ。ちょっと色づいてきてるし。映像で届けたいと思って来ましたけど。はい、皆さんに来てほしいですね。はい。いや、もちろん皆さんね、この映像を見たら来たいよ。来たいよ。来たくなるよ。来たよね。ポンちゃん。来たくて来たもん。そうでしょ。この景色はすごい。ほら、あそこの紅葉がほら、綺麗だよ、ポンちゃん。すごい、やっちゃう。ね、ポンちゃん、あれが船明神。あれ本物ね。はい。あの岩の塊みたいなね、船明神。で、その前がね、紅葉、結構綺麗になってますよ、ポンちゃん。はい、綺麗ですね。うん、そうでしょ、うん、ナス連峰。いやー、このほら、おわー、ここいいね。すごいね。うん、これは綺麗ね。わ、空とほら、空も綺麗だけど、青い空とこの紅葉、このススキも綺麗で、雲も綺麗で、 ね、何もかにも素晴らしい。いやー、ポンちゃん。一点おるね、うん。船明神も目の前や。うん。ダイナミックスなね。今、旧火山なんでしょ？いえ、活火山。活火山なんですか？はい、ここは活火山です。活動してるので、要注意って常に書かれてます。はい。活火山でございます。はい。大だらぼっち。大だらぼっち。ね。あれ、乳首っていうよりも大だらぼっちって言った方がいいよね。あだたらのダイダラボッチにしましょう、これからは。ね。うん。その方がええ。あれはあだたらのダイダラボッチや。あだたらボッチか。あだたらのダイダラボッチ。ダイダラボッチって巨人さんのことを昔は言ったんやろ、ね、あれは巨人さんや。うん。ダイダラボッチや。ここにね、五色沼ではないですけど、ちょっと水の溜まってるとこがあってね。ここ冬ね、雪が積もるとね、雪の下になっちゃって。はーい、ええ。またそれも綺麗なんですけどね。雪の下。はい。船明神がね、目の前にそびえてます。はい。こっちから見ると本当になんか船の明神様ってつけた気持ちがようわかるね。なんかノアの箱舟って感じ。ノアの箱舟が乗っかっとるようなね。うん、前にね、巨石文化。巨石文化。あ、赤い印があそこに。はっきりと見えたら、はい。あそこ登山道。はい。で、あの上の山の六倉の山を越えてきました、今、うん。ね。で、これから船明神。船明神はね、なかなか不思議でね、最初どこから登るのかなってね、思うでしょう、ポンちゃん、この崖っぷち。どこ登るの？
それがね、天然にね、ちゃんと登れるようにね、なっとるで。そうなの？うん。驚くよ。うん。まさにこの船明神様のね、あの、裾野からね、登れるようにね、なんか、うん、岩のトンネルの中をね、な上がっていくようなね、そういう風になってますよ。はい。あるの？うわ、はーちゃん、これ船明神？ぽんちゃん、船明神のね、船明神。先頭か、尻かわかりませんけど、これを登るんですよ。ここ登るの？そう。今から船明神様の体内くぐりです。体内くぐり。はい。船明神様の体内くぐりでね、くぐった後はね、一皮むけます。はい。ここがね、ここ船明神の体内くぐり。ね、これ登んの？これ登るのよ。登ってみる。登ってみて。ですよ。ほら、こんな風にね、あるんですよ、ポンちゃん。これが、登山道。はい。すごくないですか？すごい。こういう。まあ、ロックラですね、軽く。軽くロックラです。これなんか古そうな石ですね。そうですね、岩も古そうですね。ね、この、溶岩流は相当古いと思いますよ、ボンちゃん。船明神ってぐらいだから、多分海の中で噴火した時の溶岩かもしれません。なんかこう、海の中にいるみたいな、こういう。そうでしょ？そうそう。海のなんかね、磯の染みみたいな。体内くぐりですよ、ボンちゃん。船明神。ここ今ね、体内くぐってきました。素晴らしいね。すごい。ポンちゃん。素晴らしい。うん。ポンちゃん、船明神のね、頂ですけど、溶岩岩登り。ポンちゃん、高いところに登っとるね。ポンちゃん。ポンちゃん。ここはいいね。すごいね。これはきっとこの動画を見た人は絶対来たくなる。うわ、これはすごい、すごいっしょ。すごいと思う。こんな感じですよ、ポンちゃん。おこらさん、こんにちは。ありがとうございます。古いね、これもね。ああ。そしてあそこにダイダラボッチ。ダイダラボッチ今行きますよ。ダイダラボッチの上にもいっぱいおるね。ポンちゃん。ポンちゃん。崖降り。なんかすごいよ、虫。虫がね、うん、小さい虫いっぱいでね。なんか虫いっぱい。うん。フェッシュジャンプ。フェッシュジャンプ。令和だった。え？令和だった。はい。ポンちゃん。ポンちゃん。ここ落ちたらね、終わりですね。崖際。崖際で。スレスレで、はい。しかもね、ちょっと滑りやすいしね。これ雪の時は怖かったよ。うん。ここまで落ちたらまた登ってこなかったね。それはそこまでザーって滑っていっちゃいそうですよね。ね、滑っていっちゃいそう。うん。この景色はすごいよ、ポンちゃん。いや、火山満載。すごい。火山満載。ふわふわふわ、すごい、はい。この崖がわかるやろか。この、沼の平の噴火口の周りをね、うん、来てますよ、うん。はい。ここは福島市。福島。はい。地中峠を越えた先の、はい。向こうが盾。はい。あれ、あの辺が霊山。霊山。はい。霊山も行きましたね。霊山、口に逃がしって。それは違うか。それは。ちょっと違うな。霊薬、口に逃がし。あ、ポンちゃん。そうやった、うん。あれがダイダラボッチ。アダタラボッチや。ね。ナス三山。ナス三山。あの、とんがりね。そうだよね。そうそうそう。あれが三本槍だけ。とんがり。その向こうが、チャウスだけと、アサヒだけ。あれがホウキ山。ポンちゃんとボッチ。
これからぼっち登ります。だいだらぼっち。こんにちは。ないだらぼっち。あ、ぼんちゃん。ぼんちゃん。八甲一湯の。八甲一湯の。だいだらぼっち。だいだらぼっち。だいだらぼっち来たね。来ました。はい。よいしょ。ぼんちゃん来ましたよ。だいだらぼっち。いきますよ、恒例の三角点、はい、タッチ。おめでとう。ありがとう。はい、山頂です。山頂、あだたらさん、バザイ。いや、あだたらぼっちのね、頂上からお送りします。あれ、船明神。船明神あれ、あずま連峰。あずま連峰。後ろが和尚さん。和尚さん、ありがとうございます。はい、じゃあ特別に。ナスさんだ。ナスさんだ。いないですか。大丈夫。はい、じゃあ押しますよ。八甲一湯。はい。万代さんも見えるで。こんにちは。はい。よう見えとるな、今日は。ヒデさんは見えない。ヒデさんは見えない。雲なら。さっき見えとったけどな。行きます。ああ、今雲や。おい、でも今日はね、一番だよ、ここのあだたら来てる中では、ね、最高。風はないしね。風がないのが最高。あだたらのあの恐怖。風のあだたら。風がすごいからね。風すごいですもんね。飛ばされる。はい。ああ、よう。よう来たよ、ポンちゃん。よう来たよ。いいですか。はい、どうぞ。よう来た。ここが1700メートルのあだたら大だらぼっち。大丈夫。あだたらぼっち。はい、あなたのこと よろしくお願いします。はい、はい、